はい、Jチャンネルです。皆さんお元気でしょうか。年末ですね、本当にもう忙しいという感じですけれど、いかがお過ごしでしょうか。噛んでますけどね。はい、今日はね、ギターの管理についてお話をしたいと思いますが、テイラーギターの方からお知らせが来てね、まあ僕はテイラーちょっと売っちゃったんですけど、来年もう一本ね、テイラーのギターを買いたいなと思ってるんですけど、お知らせが来てですね、まあ、保管のね環境についていろいろ書いてあるんですけど、非常にこれがね、詳しく書いてある。やっぱりこう暖房とか使うでしょ。そうするとやっぱり湿度がね上がったりとか下がったりとかすると、まあ、特に上がるでしょ。湿度が下回ってくるとやっぱりこうね、ひどい場合はギタークラックするとか状態が良くないとかありますのでね、そこらをね詳しくね書いてお知らせしてます。多分テイラーさんは夏場にも来たような気がするんですけどね、やっぱ冬場にとか夏場でやっぱりこう理想的な温度とかねいうのをまあやっていかないといけないということで、湿度計はあったんですけどね、温度計が部屋にないんですよ。なのでちょっと安い温度計がね、出ていたんで温度計買ってみようかなと思ってね。やっぱりこう冬はね、その寝るときはこの部屋はすごく寒くなったりとか、暖かくなったりとかしてるんで、そこらをねやっぱり管理も知っておいた方がいいかなと思ったんで、デジタルのやつをね買ってみようかなと思ったんですけど、まあ、皆さんの方もねやっぱりこう冬とか夏場なんかね、保管なんかも多分気にしてらっしゃると思いますけどね、やっぱりこう書いてあった時にやっぱりこう温度が変化が多いときはギターケースに入れるのがいいとか書いてありますね。これはもうやっぱりこう参考にしてね、一読してもらってもいいかもしれませんね、お時間がある時には。という感じでね、まあギターの保管についてね、今吊り下げてますけどね、いつも使うギターはまあこれでいいと思いますけどね、やっぱこういいギターとかね、大事にしたいギターはやっぱこうケースに入れて保管した方がいいのかなとは思ってますけれどね、なかなかケースから出してくるのはめんどくさい気もしますけど、なかなかそんなんじゃいけないという感じもしてますけどね。でもよく考えたらね、ギブソンとかマーチンとかもね、登録はしたんですけどね、やっぱこういうのお知らせしてくるのはテイラーしかお知らせしてこないですよね。ギブソンとかは来ないですよ全然ね。そこらがやっぱこうテイラーなんかはね、やっぱこう親切な感じがしますし、やっぱりこうライブとかするときに、やっぱりテイラーのエレアコがいいのかなと思い出るんで、一本欲しいなとね、お金も欲しいなと。で今年ね、いらない機材とかね、機材じゃなくてもこういろいろこうスピーカーとかいろいろあるんですよ。これをね売り払おうかなと思って、20万相当のやつ、これがいくらになるのかっていうのはちょっとね、面白いですけどね。そんなもんやってますし、また来年についてね、頑張っていきたいと思いますが、今年よかったら、解説動画とかね、何本か出したいと思いますが、もう29日ですから、明日明後日しかないので、なかなか動画は撮ってるんですけど編集に時間かかりますという感じですけどね。まあ今年もお世話になりましたという動画になるかもしれないし、ならないかもしれない。まあ、31日ぐらいにまた1本ね、あげたいと思いますので、よかったらね、よろしくお願いしたいと思いますからね。はい、質問なんかお待ちしてますので、よかったらお願いしたい。あ、質問来てたな。またそれはお答えしたいと思いますので、よろしくお願いします。質問は動画のコメント欄か、メールか、あとツイッターなんかもやってますので、ぜひツイッターもね、ありますので、フォローしていただければと思います。はい、Jチャンネルでしたね。